ピンポンパンポーン。こちらの注意事項にご不満の方は戻るボタンを。それ以外の皆さんはこのままお待ちください。ではでは、ごゆっくりお楽しみください。やっほー。東北キリタンだよ。スーパーカブ110プロを購入して半年になるけど、乗っていて気がついたことがある。シートに座っているとき、お尻を振るとシートがずれてしまう。特に運転に支障はないが気になるので改善してみようと思う。まずはシートがどのくらいずれるのか確認しよう。左右に約10ミリはずれていると思う。シートは吸盤で固定されているが滑ってしまう。吸盤の劣化や汚れの原因ではない感じかな。スーパーカブ JA59、クロスカブ JA60 用のシート固定ステーを購入したよ。商品説明には、JA61 に互換性があるのか書いていなかったが、現行のスーパーカブがいけるなら、プロも付けられるんじゃないかな。金具だけが入っていた。ネジは、純正を使うらしい。頑丈そうだな。説明書はない。フィーリングで行くぞ。ネットの画像を見たら、シート下の2つのナットを外して、金具を取り付けるらしい。金具の突起が、シート裏の穴にフィットして固定するようだ。突起が穴に入るのか見てみよう。遊びは、1ミリぐらいかな。がっちり固定できると思う。小型のスパナでナット外しは面倒そうだ。ラチェットを使おう。10ミリのソケットで外したよ。金具には向きがあるので注意しよう。くの字の出っ張りがフロント側だよ。純正のナットを使えばいいのかな。ネジ山は足りると思う。2つのナットを仮付けしたよ。シートを下ろすと、がっちり固定されていた。手で引っ張っているがずれないね。ナットの本締めのため、ラチェットを使おうとしたら、ナットと金具の隙間がないので、ソケットが入らなかった。小型のスパナを縦にして、ナットを締めることにした。400文字の作文で、感想にしたら、い。こんな感じに金具をつけたよ。シート以外に干渉するところは、見当たらなかった。シートを開閉してみた。金具の突起が、穴にちゃんと入っていた。HG 並みの腰振りはできないが、シートにニーグリップして揺すってみることにした。ほとんどずれていないね。ちょっと気になっていたことが改善したよ。いかがだったでしょうか。取り付けは約5分で終わって簡単だったね。1ヶ月使用しているが、特に不具合はなかった。運転中にシートのずれが気にならないから、つけてよかったと思う。もしつけようと思う人は、車種に合った固定金具をつけたり、購入者レビューを参考にした方がいいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケダンケ。